沖縄民謡フェスティバルは、沖縄の歌に合わせて踊る民謡の普及や発展などを目的に、沖縄タイムズ社と県民謡研究会が毎年開いているものです。33回目となった今年は、離島を含め県内各地から民謡サークルや老人クラブなど合わせて85団体およそ1200人が参加しました。出演者全員が参加する第1部では、団体の垣根を越えてフロアと客席が一体となり、踊りの輪が広がりました。出演者たちは全身を使ってしなやかに表現し、踊りの魅力を再認識している様子でした。